ドリチーです。僕の畑の野菜たちは今年の暑さでもなんとか実りを与え続けてくれています。とはいえ普通じゃない暑さの中で超元気なやつともうすぐ死にそうなやつが明暗くっきり分かれてます。いろいろご紹介していきます。そんな中で今年初めて植え付けをしたイエローキングが巨大に育ったので収穫して食べてみました。まあこんなになっちゃったのはそれなりの理由もあるっちゃあるんですが、初挑戦でちんぷんかんぷんな僕がたとえ1個でも収穫できたのでご報告します。見ていきましょう。ここんとこの暑さはすごいですよね。今は曇りでそれほどじゃありませんが、午前中でちっと涼しいって言っても33度です。畑のいろいろな野菜のことは後で詳しくご紹介します。まずは今回のメインの話題、巨大イエローキングを見に行きましょう。今年初めての栽培に挑戦したメロンです。決して狙ってこうしたってわけじゃないんです。いろいろあってこの巨大化した1個しか成長しなくて、結果的に左の普通のイエローキングに比べて同じものとは思えない姿になっちゃってます。収穫適期も分からず甘い香りが出てくるっていうので毎日クンクン匂いを嗅いでも何も匂わず、世間での7月中旬までというイエローキングの収穫時期をもう2週間も過ぎています。このまま経過を見ているうちに腐っちゃったら一つも食べずにザ・エンドですから、今日収穫することにしました。こうなっちゃった経緯ですが、このイエローキング一株は4月末に植えて5月のうちにもううどんこ病が出ます。放置するとどんどん広がるので病気がひどい葉は摘み取るんですが、そうやって取っちゃっていくと死んじゃいそうなぐらい葉がなくなっちゃいます。ってなわけで、うどんこ病で死ぬか葉っぱを取りすぎて死ぬかっていう2つの究極の選択の中間を頑張って見つけながら過ごす日々です。定説の子づる2本を残していいとこの孫づるについた2個を成長させて、なんていうそんなことをやれる余裕なんてこれっぽっちもなかったんです。2ヶ月もそんな四苦八苦して7月にようやくなんとか生き残れたっていう成長を始めた頃、株元に近いこんなところの1個しか実は残ってなかったんです。今になって小さい実がポツポツ膨らんでいますが、まあこいつらは時遅しっていう感じでしょうね。うん、甘みは少ないけど食べれないことはない食べれないことはない、まあすごく美味しいとかそういうことはないね。イエローキングはなんとか食べられて本当に良かったです。では畑の野菜の今を紹介します。まずはミニトマト2本です。脇芽を一つも取らないというほぼ放任栽培をやっています。これまでに756個をすでに収穫しています。おそらく暑さの影響でしょう。ここ 4、5年の中で最も状態が悪いです。ご覧のように枯れている葉が多くて、実っているトマトは別として新しい花とか新しい実はほとんどありません。今なっている実を収穫したら古い葉を全部取ってしまって秋からの収穫を目指す方針で手入れをしようと思っています。
昨年までは2本から2000個以上の収穫をしていましたが、今年は下手したら半分ぐらいかなって予想してます。絶好調なのは丸オクラです。1本あたり約20個と順調で、品質も良くて美味しいです。暑さに強いですね。オクラは実の1段下の葉を残せばいいっていうことなので、収穫するとき2段下の葉を一緒に切り取ってました。脇芽も取ってましたね。メインの部分がだんだん上になっていずれ手入れしにくくなるし、台風が来るっていう時に半分ぐらいの高さでブチンって切ってしまいたいので、ここのところ下の方の脇芽を伸ばして次世代の成長部分を育てています。ここからの収穫も始まっています。さて、毎年明暗がくっきり分かれる黒瓜です。今年3本植えて、ここの2本は枯れました。原因はうどんこ病です。土着品種で大病性がゼロです。生き残っているのがこの1本です。どちらも空中栽培をしています。この生きている1本もイエローキングと同じで、うどんこ病で死ぬか、葉をかいて葉っぱがゼロになって死ぬかというギリギリの5月6月を乗り越えての今のモサモサです。この黒ウリの魅力は何と言ってもその味です。毎年栽培しないわけにはいかないという一品です。スーパーで売られているものは若取りしているので全然美味しくありません。こうして生き残った1本からは超美味しい実が10個ぐらいは取れるとは思うので、イエローキングとは比べ物にならない収穫量です。今年はもうすぐ収穫が始まります。畑で完全に熟した黒瓜はただ塩もみで食べるのが最高です。爽やかな甘み、独特の旨味、ポリポリと心地よい歯触り、全く派手さのない地味な名優っていう感じで、我が家の家族全員が大ファンです。次はキュウリ2本です。ここの1本はまあまあの調子良さでゆっくり成長しています。なぜゆっくりなのかは土の問題です。ここはもともと自転車置き場で、畑じゃないところにバケツ1杯分ぐらいの穴を畑土に配合して、まあ植木鉢みたいな培地っていう感じなので、地力が貧弱なんです。別の場所の1本はちゃんと地力がある畑で栽培してるんですが、バーッと成長してドバドバ実をつけて、今はもう死亡寸前という感じです。その死亡寸前の1本の方はうどんこ病やベト病みたいなのが発生しがちで、7月には調子が悪くなり始めました。今年の気候にはこちらの1本のやり方の方が長く細々とそれなりにいい感じに成長するようです。やってみなきゃわからないもんですね。さて、こちらがその死にそうな1本です。これまでの収穫量125本のうち90本以上がこちらから取れています。今はもうあまりいいキュウリが取れなくなっています。例年通り脇芽を一つも取らない放任栽培をやってたんですが、今年の気候では脇芽を全体の3分の2ぐらいは摘んでいれば、もしかするといい状態を保てたかもです。次はピーマン2本です。大きい実をつけるとんがりパワーという品種です。少し暑さに弱いのか、例年と比べて成長が今一つです。まあとは言っても一個一個がバカでかいので結構食べてる印象です。うっすら赤くなるまで熟させると甘みがぐっと出てくるので、味の違いを楽しめます。冬まで長く収穫が続くので、この暑さが収まればまたぐんぐん成長すると思います。ピーマンの隣がナス2本です。長い実をつけるショーヤオオナガという品種です。これまでは暑さに負けず力強い成長をしています。7月中旬頃に小型の白っぽいイラガの幼虫が発生し、葉を食い荒らしました。
やられた葉はほとんど摘み取っちゃったんですが、今でもその時に残した葉に食害の跡が残っています。8月になって少し色が薄いボケナスや形の悪いナスができ始めましたが、それまではピカピカツルツル色の濃いナスで味もとてもいいです。今年は新しい栽培方法に挑戦中なんですが、今のところ問題はなく、これからの成長にも期待してます。次は小玉スイカです。紅小玉2本とピノガール2本です。紅小玉は成長が早く、7月20日に最後の1個を収穫して、もうつるは撤去しちゃいました。最終的に14個を育てていましたが、4個は中が発酵して腐ったようになって割れました。まともに育った10個を収穫して食べました。最初の1個は定説通り受粉後35日目にテストで食べてみたら、まだ若くて甘さがいまいちでした。残りの9個はとっても美味しくてみずみずしく、食感のシャリシャリもバッチリでした。というわけで、今畑にあるのはピノガール2本だけです。紅小玉は成長が早くて、ピノガールは成長がとっても遅い感じです。長く小玉スイカを楽しめるいい組み合わせかもしれません。ピノガールはこれまでにすでに7個を収穫して食べています。3個が発酵して爆発しています。今現在12個が成長中ですから、この12個が全部収穫できれば、7個足す12個で19個の収穫になります。ピノガールは成長が遅いんですが、7月ぐらいになってからはぐんぐん成長し始めて、花もバシバシ咲きます。僕は今年初めてピノガールを栽培しているので、こういう特性があるのは知りませんでした。さすがに1本あたり10個ぐらいの実をつけさせると大きくはならない感じですが、実はひょんなことから小さくてもとっても美味しいことが分かっています。ちょうどこの撮影をしていた8月3日に小さい実が割れていたんです。すぐ直前に割れていないことは確認済みですから、割れてすぐ発見したと思います。食べれそうか、小さめ。うん、おいしい。本当？なんということでしょう。おいしい？うん。スイカがこうして割れるのは、僕が自動灌水でスイカに水を与えているからなんです。通常スイカを畑で定説通り栽培している場合に水やりはしません。水が実に入りすぎて、雨が降った後のミニトマトみたいに割れちゃうんです。僕のピノガールは1株から子づるを10本以上伸ばしていますし、孫づるも切り取らず放任し続けているので、定説のようなわけにはいかず、実も多くつるもボーボーという状態を生存させ続けるために自動灌水をしているんです。初挑戦のピノガールには驚きがいっぱいです。これからどうなっていくのかとっても楽しみです。初挑戦といえばこの里芋もそうです。品種名はいただきものなので分かりません。畑の一番西側にあって、隣のブロック塀があるので日当たりはあんまり良くないんですが、すごい成長ぶりです。水が大好きと言われているので、自動灌水がハマっちゃってる感じです。最後はゴーヤです。ここんとこずーっとこぼれ種を使っているので、種や苗にお金がかかりません。里芋と同じく日当たりがあんまり良くない場所ですが、毎年たくさん収穫できています。苦味がしっかりあって大型になるゴーヤっていう品種なのは間違いないのですが、なぜか昨年は大きくなる前に黄色く熟し始めてしまい、中型のものばかりでした。
こぼれ種を愛知県で使っているとなる症状なのか、気候のせいなのかは分かりませんが、今年は7月下旬から実が大きくなってきています。いかがでしたか？やんごとなきあれこれで巨大な1個だけになっちゃったイエローキング。めっちゃ暑い今年の畑は明暗がくっきりと分かれちゃう8月になっちゃってます。また面白いことが起きたらご報告します。いつもドリチーファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリチーでした。じゃあまたねー。